ヴィンチェンツォ・チュールリ、ヴィンチェンツォ・チェルリは、イタリアの天文学者。テーラモの名門の家に生まれた。テーラモで学んだ後、ローマ大学で物理学を学んだ。エリア・ミロセビッチと共に製表を制作した。観測に天文写真を用い始めた一人であり、火星と火星の衛星を観測した。ジョバンニスキア・パレッリが発見した火星の運河が実在せず、 光学的錯覚であることを主張し、火星の衛星の表面にクレータのあることを示した。施設の天文台を建設し、観測を行った。1910年に小惑星インテラムニアを発見した。これは直径が約 350km あり、メインベルトにある小惑星としては5番目の大きさである。小惑星はチェルディの故郷であり発見した場所でもある ラモのラテン語名からインターアムーニアと命名された。1890年から1891年までイタリア天文学会の会長を務めた。火星のクレータと小惑星ビンチェンティナはチェルッリの名が命名された。メラーテで没した。なおチェルッリは自らが建設した天文台を1917年に国へ寄贈し、カリラニア天文台の名で、 現在もイタリア国立天体物理学研究所が運用している。ありがとうございます。